ジャス、おはようございます。パルと申します。本日は、無課金には貴重なメインスキルの種補充、早く達成するためには、こんなテーマを無課金プレイヤーパルの独断と偏見でお話ししていきたいと思います。レベル50のポケモンがついに10体を超えました。これにより10匹をレベル50にするアチーブメントをクリアしまして、メインスキルの種1つ補充できました。ここに至るまでのスピード感がどうだったかとか、これを素早く目指すのであれば育成するのにおすすめなポケモンについてお話ししていきたいと思います。全体的にはね、こう育成論的な話になるかなと思います。それでは参ります。ということで、気がつけばレベル50のポケモンが10匹を超えておりました。いやね、本当にポケモンスリープの動画をアップし始めた時は1ヶ月目2ヶ月目ぐらいね、10匹をレベル50にするなんて一体いつになるんだと強くね思っていたことを覚えてるんですけど、まあ案外すんなりというか、本当にね気づいたら達成していたというような感じでした。具体的な日数はね、メインアカウントログイン311日目での達成となりました。まあ10ヶ月ちょっとなんですけど、20日ほど遅れて始めたサブアカも間もなく達成というか、こう雨でレベルを上げればどちらのアカウントもね、もっと早く達成できているので、まあしっかり寝ていればまったりと遊んでいても10ヶ月前後くらいでメインスキルの種一つゲットできるのかなという印象です。まあね、しっかり寝ていればの部分が一番難易度高いかなとは思うんですけどね。でね、こう私以前の動画で、こうかなり長い間睡眠 EXP ボーナスの金スキルを愛用してますよっていうねお話しさせていただいたんですが、まあメインアカウントはこうざっくり2万 EXP くらい上乗せできてるみたいなんですけど、まあレベル50を超えているポケモンもね、なかなかいるので、55だったり53だったりとか、まあ10匹をレベル50にするっていうアチーブメントをこなしたいだけであれば、睡眠 EXP ボーナス採用しなくても同じくらいの速度かなというふうに思うので、まあね、それこそね、もっと効率的にレベルを上げていけば1ヶ月とか2ヶ月とか、なんなら3ヶ月とか、それ以上早く達成できちゃうのかななんて思ったりはしますね。で、こうポケモンを素早くレベル50まで上げるためのコツとでも言うんでしょうかね、このアチーブメントをクリアするためにおすすめ、育成するのがおすすめなポケモンについてなんですが、これもね、至極当たり前のことではあるんですが、飴がたくさん手に入るポケモンがね、とってもこのアチーブメントには貢献してくれるのかなと思います。私今メインアカウントでレベル50を超えているポケモンが、ライチュウ、ライチュウ、トドゼルガ、トドゼルガ、爆風メガニウム、ゲンガー、カイリュウで、バタフリー、メタモンなんですよね。こうバタフリー、メタモンは初めて1ヶ月くらいの時からね、一緒にいるのでレベル上がってるって感じなんですけど、それ以外のポケモンたちって大体何かしらのイベントでピックアップになっていたりとか、フレンドリサーチで飴が送られてきやすいポケモンたちだと思うんですよね。こうハロウィンだったりホリデー、ピカチュウはね、特別なピカチュウもありましたし、トドゼルが玉ざらしとか、あとは炎ウィークだったりとか、バレンタインだったりとか、新フィールドが追加するタイミングでこうみんなね、こぞって飴を送り合ったりとか、やっぱりこうイベントごととかで注目される人気ポケモンが育成面に関しては一つ二つ抜けてるなと感じます。あとはね、イベントもそうなんですけど、やっぱりシンプルに出現するフィールドの多いポケモンも育成しやすいです。特にね、プリン、イーブイ、マダツボミの飴あたりはイベントの効果も込みで、こうリサーチでも飴がゲットしやすい分、育ててなくても飴1000個とかあったりするので、本当ね、彼らを育てているともっともっと早くできるんだろうなと思います。で、レベル50のね、こうメインスキルの種アチーブメントをこなしたいのであれば、こういうように世間的に人気なポケモンを育成するっていうのが、まあ、手っ取り早い手段になるとは思うんですけど、反対にというべきか、そうでないポケモンを育成するのには結構しっかりと時間をかけたりとか、戦略を持ってた方が良さそうだぜっていうことは、こう伝えておくべきというか、感じたことだよっていうのはね、お伝えしておきたいですね。私こうサブアカではデリバードを育成してるんですけど、今ねレベル53で飴も300個超えるぐらい持ってるんですけど、飴ブーストを使って飴を極力節約したりだとか、日々入手できる万能飴はなるべくデリバードにあげてってして、一緒に寝られる時、グッドスリープデーのタイミングとかはもう極力一緒に寝てってやってたらね、意外と育ってくれはしたんですけど、まあ、特にやっぱり飴ブーストですかね。飴ブーストがなかったら絶対こんなに育ってないはずなので、もし飴が手に入りづらいポケモンの育成を考えている方、無進化ポケモンとかね、は飴ブーストはその子に使うぞって事前に準備しておけるととってもいいのかななんて思います。例えば、じゃあ闇ラミ育てたい、
で、ワニの子も育てたいってなったとしましょうか。で、じゃあ今度水タイプウィークでワニの子がピックアップされるぞってなったら、ワニの子は多分ね、雨ブーストなくてもそれなりには育てられると思うんですよ。ただ、ヤミラミはもう全力で備えた上で雨ブーストドカンって育成しても、なんならワニの子の方が育ってたりとかしてみたいなこともね、全然あり得るかなと思うんですよね。こう、きっと今後ね、水タイプウィークなんかと、あと水くんイベントはほぼ確実にあるだろうとは思うんですけど、その後新フィールド追加とか、ラピスラズリの時みたいに、まあ、環境レベルの新食材を持ってくるポケモン追加とかあったりとかして、まあ、そのポケモンの雨が手に入りやすかったりだとか、例えばね、新フィールドが虫ゴーストのフィールドでした、キャタピーとゴースの雨手に入りやすいですみたいになったら、まあある程度今後どういうポケモンの雨が送られてきやすいんだろうなとか、自分自身が入手しやすいんだろうなっていうのは、まあふんわりはね、想像ついたりするかなと思うので、そのあたりもこう、雨で育てるポケモン、睡眠で育てるポケモン、あとは雨ブーストで育てるポケモン、なんとなくね、どういう優先度にするのかみたいなことを自分の中でね、考えておいてもいいんじゃないかななんて思いました。今回のね、アチーブメント報酬のメインスキルの種と、それこそ園庭イベントのメインスキルの種で、次回あるであろう水くんイベントのメインスキルの種でね、メインスキルの種も無課金でもそれなりになんかいくつかね、ゲットできるようなタイミングが来たので、スキルが得意なポケモンの育成も現実的にこう考えられるタイミングになってきたのかななんていうふうに思うんですよね。それこそね、例えばヤミラミ、私のアカウントでは最もアメが入手できていないポケモンでありましたし、あとはヤドランとかゴルダックとかもうね、食材確率がね、上がるアップデートがあったりとかしましたし、食材にね、強い独自性を持つので、スキルタイプでありながらレベル60を目指したいっていうポケモンたちでもあるのかななんて思うんですよね。で、そういうポケモン育てるぞってなったら、やっぱりこう、ちょっとね、力入れてあげなきゃいけないところがあったりするかななんて思うので、そこに関してはね、こう、私と同じぐらいの進度で進んでる方は、まあ、ぼんやりね、頭の片隅に置いといてもいいのかななんて思いますね。まあ、そんな感じで、レベルが上げやすいポケモンは世間的に注目されるタイミングがあるポケモンたちだったよって話と、まあ、今後はどうなっていくだろうねって話と、雨で育てづらい子は早めに準備し始められると良さそうだねっていうようなね、お話でした。たまたま今こうね、メインスキルの種ちょこちょこと手に入るタイミングでもありますので、私もね、スキルタイプの子、特に育成が大変そうな子を育てるのかどうか、もろもろ検討し始めようかなと思います。そんな無課金には貴重なメインスキルの種補充、早く達成するためにはでした。次の雨ブーストね、本当に誰を育てましょうね。ぜひね、皆さんの育成予定ポケモン教えてください。それではここからは朝レポやっていきたいと思います。園庭リサーチイベント2週目です。序盤のうちはね、種ポケモンにたくさん出会いたいところですね。どうぞ。じゃあ、ということで、朝レポやっていきたいと思います。308日目のリサーチとなります。園庭リサーチイベントも2週目に入りまして、2週目の1回目のリサーチとなります。全体通して8回目のリサーチということですね。昨日は寝つきがあんまり良くなかったんから、寝ついた後がうとうとずっとしていたっぽいというような感じで、うとうとタイプになってきました。このね、やっぱり週頭ぐらいの方が、なんとなく進化後ではない種ポケモンが出てきやすいタイミングかなと思うので、こういう時にポケモンの捕獲はしっかりやっておきたいなというところなんですけれども、本日は3279万9000でお腹の上根と星にネガを一つずつといった感じとなりました。次のね、水くんイベントに向けて、やっぱりゼニガメワニの子あたりをゲットしておけるといいのかななんて思いつつ、個人的な狙いはウトウトタイプだとマダツボミあたりも狙いたいなというところですね。あとは影坊主とかかな、まあ、とりあえずまずリサーチに行ってどんなポケモン出てきてくれるのかワクワクしながら見ていきたいと思います。もちろん無進化ポケモンたちもおいおいゲットしていきたい。お腹の上根は玉ざらしちゃん、かわいい、圧倒的な可愛さね、玉ざらしはなぜか星さん寝顔がね、未だに若草本島に残留し続けているっぽいんですが、さあということで本日は、リサーチ EXP1800、2000いかないぐらいだと思うので、まあ大型のポケモンはそんなにはいないだろうなというような感じであるとは思うんですが、頭痛ね、コダックかい？コダック！うわ、でっかいのいるー。
でっかいのいる、ぺったりね、嬉しい。キャタピーの飴なんてなんぼあってもいいですからね。どころかキャタピーもう一体ぐらい育ててもいいな、ということでメガニウムの穏やかね見ることができました。ウトウトタイプでね来てくれるようになったんですよね。そして炎タイプ小ピックアップからはリザードが腕枕しながら寝ておりました。ありがとうリザード、たてがみがうまうまでございます。さあ、ということで左側はだいたいこんな感じといったところですね。いや、キャタピー若草本島でしか、あとシアンかの砂浜でしか会えないから、なんかすごい久しぶりな感じがしますね。いずれ虫タイプのフィールドも出てくるでしょうから、今のうちに育てておきたいわけなんですけれども、さあ右側は光合成ね、不思議だねちゃんもゲットしたいね、丸々ね、ローコーン小ピックアップから来てくれて、さらに背中丸ね、目ね、日の嵐といったラインナップとなります。オッケー、非常にいい感じに、もゲットしたい種ポケモンめちゃくちゃいっぱい出てきてくれたというような感じですね。ではね、残りまとめてリサーチしておやつタイム入っていきましょう。コダックもあれだよね、あの水タイプのポケモンで、おそらく今までとね同じようにイベントが進行するのであればスキル確率 1.5 倍になるでしょうから、ゴルダックを育ててる方は本当に水育イベント、とんでもなく楽しいイベントになりそうですよね。もう個体によってはスキル確率 20% とか超えてくるでしょうからね。もう本当になんか毎秒タップしないと、毎秒は確実に言い過ぎなんだけど、タップしたくなりそうな雰囲気がしなくもないといったところで、さあ本日は誰にサブレを上げていきましょうかというところなんですけれどもね、え今後のことを考えるのであれば、もうね炎帝イベ終わっちゃうから、ロコン日の嵐とかよりは不思議だね、キャタピー、大穴コダック、あとはちょっとねゲットできそうなリザード先生なんかも狙っていきたみがあったりなかったりするわけなんですが、これ難しいな。ロッコン日の嵐はちょっとねもう今雨がほぼ全くありませんので一旦保留かな。ロッコン不思議だね、キャタピーちゃんも、いやまあここじゃないとね、若草シアンじゃないと出会えないんだけど、うわこれ悩む。コダックもいいな、コダックもいいな、コダックいいな。でもちょっと無課金で育てられるかって言われるとかなり怪しいんだよなコダックな。出した答え不思議だねで不思議だねで行こうかなと思いますでね、やっぱ水君イベントのタイミングで雨ブーストもねきっとあるかなと思うので、ここは不思議だね、ちょっと捕獲まで粘ってみようかなと思います。ぜひゲットさせてほしいところ、ね、ちょっとロコンはおそらくね満腹になられてしまうんですけど、ロコンやリザードはねやっぱこのイベント中まだまだ出会えるタイミングもあるだろうなというところと、おそらく水タイプウィークとかでコダックに出会える瞬間もまだあるだろうなということで、ちょっとね斜め上のというか選択をしてみたわけなんですけれども、ね、本日ゲットには至らずといった感じで、残り1ゲージ残して不思議だねとはまた次のね出会いを期待していきたいなと思います。不思議だねのお香今週もらえたりしてたっけな、どうだったっけな、ちょっともしもらえてたらぜひ呼び出してゲットまで行きたいところではありますね。さあ今日の1枚、もちろんメガニウムも非常にいいかなというところではあるんですが、まあ育ててる人がフレンドには多そうな日の嵐の飴にしておこうかなと思います。十二分にたてがみをゲットすることできたんじゃないかなと思います。ウトウトタイプではあったんですけどね、炎タイプがしっかりピックアップで来てくれた分でね、たてがみ50個ね、初回から2週目の初日のリサーチからいい感じのたてがみもらうことができた感じとなっておりますが、まあゲットはなしというところですね。リサーチ EXP 夢のかけら的にはリサーチ EXP は十分もらえたけど、夢のかけらは少し少なめだったよというような感じでした。エンテね1体はゲットできたんですけど、2体目がゲットできるかどうかはちょっと今週のたてがみの集まり具合とかを見ながら挑戦していく感じになるかな。おそらく2体目まではゲットしに行くかなと思います。そちらもねご期待いただければと思います。あとはまあエンテがどれだけサブレ食べてくれるかですね。そんな感じで2週目も楽しんでいきましょう。さあということで戻ってまいりまして、いや若草本島本当にねこうポケモンの種類が多いのでリサーチ楽しい分、誰をゲットしようかっていうのを決めとかないと悩んじゃいますよね。ちょっとね本当に今の私のチーム状況的にどんなポケモンを今後加えるべきなのかっていうのを精査しとこうかなと思いました。今後ね多分サーナイトとカイリュウがチームの軸、主軸で常に入ってもらうみたいな感じになるかなと思うので、
食材もじゃあコーンが軸になるだろうな。で次のフィールドがわからないってなると、やっぱ今は無難に食材タイプで用途がはっきりしている子を狙っていくとか、あとはもうほんとそれこそ夢のかけらゲットのポケモンを探したいなぁなんて思ってるんですけど、食材もねこう兼任してほしいんですよね、夢のかけらゲットの子には。でじゃあ今ねその食材使いやすさで考えると、まあ、やっぱペルシアンとかがミルクがね、桃ミルクが集められるといいなぁなんて思ったりするんですけど、でもね追加レシピも言うて、まあ、2、3ヶ月以内ぐらいにはね発表されるんじゃないかなとか思っていて、これがどうなるかなんですよね。それこそねこう今後大豆のレシピとか追加されるんじゃないかなんて私思ってるんですけど、かといってじゃあ今大豆の丸ノームを育成して今の私のチームと大豆の相性が悪かったら、それはそれであんまり意味なかったりとかもしますし、いやほんと悩ましい、誰育てましょうね。まあ、順番的にはもうやっぱ今目の前でね用途がはっきりしている食材タイプのカメックスとかウツボットとか、まあ飴もありますしね、になるのかな、なるような気もしますね。あとはやっぱりね前半でもお伝えしたんですけど、メインスキルの種がそれなりに蓄えられましたので、まあそれこそエンテイとかスイ君とかね、もう現実的にパーティーに入れられる、まあ、下準備というかはできたかなっていう感じがありますので、ちょっとねそこまで踏まえて今後のチーム編成考えていきたいなというところであります。あとはもうやっぱりあれですね、こう問答無用で、いや私は最強だぞ育てろってもうポケモン側からね言ってくれるようなめちゃ強サブスキルの子に出会えたらそれもいいななんて思いますね。まあなんというかね、本当そういう一期一会というか取り返しがつきにくいところも含めてね、こう無課金らしいなってドキドキしながら楽しんでいくことにします。いや1周年ね、ほんと何が来るでしょうね、想像しているようなことがどこまで来るのか非常に楽しみです。というわけでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッド押していただけますと動画制作の励みになります。本当にいつもありがとうございます。それではエンテイリサーチイベント2週目、皆さんのね、いろんなね、目標が達成できることを願っております。今日も元気に、いってらっしゃい。またね、バイバーイ。